回しました。ジャマイカ出発だぞ。はーい。行っちゃっていいのか。うん。飛び散らないように通過しましょう。真ん中らへん。うん、どこでもいい。すごいですね、これ。ゆっくりゆっくり。飛び散るよ。ゆっくり進入するな。あ、今のでもだいぶ緊張するんですけど。そうでしょ。あ、もう少しゆっくり。今何キロぐらい？はーい。返事をしてくれって言ってるよ。リオさん、今日オフロード初めてだ。そうですね。頑張ってくださいね。これこっちですか？ちょっともう一回まっすぐ？まっすぐ、まっすぐ。あ、そうなんだ。うん、余裕ないですよ。あんまり無視すると返事しろって言われるよ。まっすぐ無視しましょう。左に行く。あ、はい、うわー、もう嫌だ。避けていく。で、何、陽子さんは捜査官に付き合わされてんの？完全に。完全に。こっちですよね。そう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 。大変だね、陽子さんも。大変ですね。まあ、今日だけです。今日だけね。はい。こういう道も初めて？初めてです。これが初めてだったらもう相当初めてだよ。もう本当に通勤でしか使ってない。アスファルト。返事する余裕はないです。いや、ほうれん草は必要だぞ。大丈夫だぞ。うるさいな。多分無反応だから心配しちゃってる。でもほっといてほしいですね。そうだね。なんて。いや、わかんない。指示を待て。指示を待てぐらいの感じ。このぐらいのスピードでいいんです。そうだね、そうそうそう。ひたすら喋って暇なのかも。暇なんだろう。いや、っていうか言葉がないと動画的に面白くないから。なるほど、うん、こっちはこっちで喋ってるからほっといてほしい。そうだね。これまだずっと続く道なり。話したいんだ。捜査官、会話したいから。あのコーンのところ、赤いコーンのところ。これはもうそういうコースなんですか？いや、これはそういうコースに向かってる道中。あ、そうなん。え、まだ道中なんですね。そう、これはただ未舗装なだけで。はいはい。別にここがもうそういったオフロードコースっていうわけじゃない。私はこれを今オフロードコースだと思ってます。いや、全然道中これは。そうだ。そうだよ。それはちょっと今衝撃ですね。そうでしょ。どんな道が持っているのかと。後ろから見るシエラはかっこいいぞ。ありがとうございます。いや、それをマイク、ドラジマで言ってほしいはず。まあ後から見れば、あ、ちゃんと返事してくれてたんだ。あ、確かに、ね、確かに思ってくれるでしょうね。確かにね。それでいいかな。だから、ヨコさん、これ撮れてる？撮れてると思います。画面録画中のなんか赤いの見える？あ、見えます。あ、じゃあ大丈夫だね。はい。こっちの音が寂しいから何か喋ってくれ。両手離すのが嫌なんです。じゃあ横さん貸して。両手離さなくていいから、これから士気を高めるために体育を歌うから一緒に合唱してくれ。なんて、何を歌うって？我々の体育の歌だ。何の歌？どうぞ。これどっちですか？日本で1000円。ねえ、これどっち？左。左？あれ？だけど。士気が高まったか？
これもっと橋とか走っていいのかな。いやだ、うん、どっちでもいいよ。なんかこう、あ、どっちなんだろうね。いや別にどっちでも大丈夫、車的にはもう、ね、急にめちゃくちゃ深かったりとかしない。あー、ないないない。おー、明日洗車しよう。そうだね。じゃあ洗車代後でお願いねって言ってください。はい、はい、あ、捜査官、明日洗車代お願いします。何、もう一回。明日洗車代お願いします。帰り川沢よ。いバカだ。発想がバカ。捜査官ケチですね。ケチですね。まあ、って言っても私会社に洗車機あるんですけど。じゃあ問題ない、ね、全然問題ない。あ、この水たまり、もはや湖、これは怖いんですよね。これが怖い、うん、いやいやいや、全然大丈夫です。もう大変だね。え、左、なんかさっきジムニーの人いましたよね。うん、あの緑の、あ、ですね。あ、うん、またなんかカタログでしか見たことがないみたいな。ジムニーの見えるところで一旦止まれ。あそこ、あ、あそこか、うん、ここ、ここでいいんですかね。そうだろうね。よし、はい、どうだ今のところ、今のでも怖かったです。怖い、うん、何が怖い。え、ガタガタするから。え、ガタガタが怖い。こんなもんじゃないぞ。まあこれがあともう少し走れば楽しくなってくるから。はい、ずっと捜査官の文句言ってましたよ。なんで無線の使わずに俺の文句言っていた。頭が眩しいとか。おいおいおい、ただの悪口だぞそれは。じゃあ俺は後ろから取るからゆっくり今ぐらいのスピードで。はい、行きましょう。危ないと思ったらゆっくりブレーキ踏んでその場で止まる。ゆっくりブレーキ、うん、止まって助けを待つと。急ブレーキ。え、そんなことあるの。もう見られてる。こんな感じかな。うんね、そうですね、うん、みんなほらデフロックやってる。ミニホブス捜査官有名だから。本当だ、ね、なんか助けてくれ。よくわかんない。そうなんだ。じゃあね、陽子さんね、はい、別に10キロとかでも構わないから、はい、あのデコボコのとこ行ってみる。はい、どっちですかね。あの、あっちに向かってくら、うん、さあ、移動訓練開始。どっち行くんですか。ちょっと好きに行ってみて。え、好きに。うん、別にあの、大きくこう、デコボコしてるとこ避ければいいだけだから。あ、じゃあちょっとこのまままっすぐ、まっすぐ。で、この水たまりっぽい色を避けるように左走り回る。こっちに。こっちですね。じゃ、この辺りからまっすぐ。この辺りからまっすぐ。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 これ右行ってるじゃん。え、あ、まっすぐってこっちですか。そう。平坦な道に行こうとして。そうそう、こんな感じ、ずっと。このままあの、うん、木の方まで。そうだね。なかなかいいでしょ、ジムニー。こんなとこ走れちゃうんだよ。確かに、まあ普通の車だったら絶対下すってますよね。ちなみに、ヨーコさん今ここに肉？ん？これ肉です。肉で、わかった。ちょっとじゃあトランシーパー。どっち行けばいい？捜査官。今肉であります。はい、まだ肉で行けとか言っていいですよ。了解しました。どっち、じゃあこの辺来るかなみたいなところを思うのありましょう。了解です。でもあの人の方向についてた方がいいのかな。そしたら、うん、あっちの方に行ってみようか。ですね、うん、この辺はもう水たまりもそのまま通過する感じで、はい、であそこに大きなくぼみあるからそこをちょっと下ってみましょう。これ普通にドライブのまま行っちゃっていいんですか。うん、そんなにあのスピード出さないで本当にゆっくり。
うん、いいね。うん、いいよいいよ、大丈夫大丈夫、全然大丈夫。ジムニー乗ってこの角度初めてなんですけど、これは避けて、いや、これまっすぐでは行ってみよう。ゆっくりね。今ブレーキ踏んだでしょ。踏んじゃいました。え、めっちゃぬかるんでる。あ、肉でも登れるね。こっちですか。そうだね。あ、これは肉で限界を感じてる。もう一回タイヤ回してみて。あー、ダメだね。じゃあ初めて 4H してみようか。はい。じゃあ4駆で出ようか。入れました。じゃあ4駆でもう一回回してみてください。おー、クリアするね。これが4駆です。なるほど。陽子さん。初体験ですよ。初4駆でしょ？10年以上営業やっといて。初4駆でしょ？はい。じゃあちょっと。ここをちょっとあの目いっぱい左に回って、ここ前のアップダウン、日和さん、あれ、あそこ、じゃあ、まあ、俺が先行きましょうか。じゃあ、うん、じゃあ捜査官、はい、先にあの行ってそれをトレースします。じゃあそれ一回行って俺あのまた、あ、一緒に回り込むんで。了解です。あ、じゃあちょっと待機、はい、こうやって行ってって言って。そうでしょ。本当。ええー。いやだって64で行ってるんだから大丈夫でしょ。横に乗ってても怖いレベルなんですけど。で、あれがいなくなったら、はい、回して。あ、こうやって切り返してこっちからも行ってくれだって。本当に。同じところから帰ってきてくれ。いや、かっこいいけど。かっこいいけどね。かっこいいけど。うん。自分が売ってるジムニーだから。やだー、行きたくない。行きたくない。怖いもんだって普通に。オートマだからもうクリープ現象で行ってもいいかも。登る時だけちょっとアクセル入れて。そうだね、あのクリープ現象で行って登れない部分だけアクセルで。あ、じゃあもう普通に、うん、あのアクセル開けないで普通で登れないとこだけ必要に応じて。ブレーキは、ブレーキは踏む。お、いいね。ほんとやだ。うまいじゃん。いやーですよ、もうこれ本当に。でもなんかあれですね、今思ったのは怖くないね。見てた方が怖い。そうだね、なんか思ったよりも乗ってる方はそこまでのなんか衝撃は感じないかもしれない、ね、うん、それはあると思う。なるべくこういうのはまっすぐ進入して、そう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 、傾斜に対してまっすぐ進入して、うん、そう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 、ちょっと左向けて、あ、いや、うん、そうそう、左に向けて。ずった、ちょっとバックだね。バック、うん、ゆっくりね、ゆっくり、うん、ゆっくりバック、大丈夫大丈夫、ゆっくりバック。え、どうなってます、ピボット。じゃあ左にこっちから登ればいいか。そうですね。こっちに乗せるか。はい。一旦下がって。下がって下がって。このまま。うん。下がって。うん。もっともっと。もうちょっともうちょっと。はい。で、目いっぱい左に回して。はい、ハンドルを。で、今の操作杆の向きになったあたりからまっすぐ。うん、そうそうそう。いいね。ヨコさんうまいよ。いや、めっちゃ怖いんですけど。うまいうまい。捜査官、現状まだ4杯です。4杯でいってる、はい、どうだ、 4区の力を見ただろう。あ、見た。でもそれは本当に体感できました。すごいだろう。すごい。俺があんたの売ってるジムニーだぞ。いい車だ。だからこれからジムニー売る人にこういうことをね、体験したことを伝えればもうすぐできるでしょう。はい、もうちょっと回りましょう。はい、なんか喋れと言われましたが、
きより緩やかな道って言ったけど全然緩やかじゃないんですけど。車の斜め具合を見るとすごい道だなって思うけど、意外と自分が走るとそこまでそんなに角度がついてるようには見えないから。入るんですね。入るんですって。あ、なんかすごい前の車と距離が。すごい角度で止まってる、タッチ。え、本当にあれ、え、それもやるんですか、私。え、やるの、それ。そうでしょ。え、それ私やるの。絶対できない。できる気がしませんよ、私は。このぐらい？ゆっくりゆっくり。急ブレーキダメだぞ。はい。急ブレーキ踏めよ。はい。そうそう。じゃあここをタイヤをかけて。もう本当無茶ぶり。ああ。え、いけますよこれ。いけてる？本当に？まっすぐ？これまっすぐ？こっち？全然わかんないよこれ。え、浮いたんですか今？いや、わかんない。え、わかんないんですよ、なんか。うん、なんか、見てる方がすっごい角度になってるなって思うけど、実際自分がやるとそこまで。そうでもない、うん、でも怖いよ。やるぞ。怖いっす。うまい。本当ですか、いけました。全然余裕だった。本当にそう、やってみれば意外と平気。怖くないでしょ、乗ってる方が。乗ってる方が怖くないし、あの見る、先に見るからビビらされてる感じなんですよ。タイヤすっごい向きになってるしとか思う。あれについてくる。いけるこれ。いけます？まっすぐ。はい、怖い。
おお。はい。でもさっき登ったところかな。そうですよね。だから登れるってことですね。あ、登れるなっていう。うん、おお、またなんか新しい道。なんでそんなことするんだろう、あの人。嫌だ。でも登った跡がめちゃくちゃある。みんなここをやるんだ。何も見えない。お、今滑った。あ、私の携帯でも撮っておいてもらいたいかも。どれを？え、なんかわかんないですけど、動画か写真か。あ、後で？後で。オッケー。じゃあ別枠でそれ撮ろうか。ありがとうございます。だいぶ慣れたんじゃないですか、陽子さん。うん、なんか思いっきりすごい山坂とかじゃなかったら平気かな。うん、けど。だいぶ慣れたでしょ。いや、慣れはしないです。もうアクセル全開でいけるでしょ。いやー、やばい、ね、怖い。なんかまたあんな車が汚れそうなところに行こうとしてますよ。おさか、完全に俺のこと考えてねえ。確かにひどい。え、どれがタイヤの跡？なんかわからない。あと何分ぐらいあるんですかね。いい運動ですよね。え、これ私幅大丈夫なのか。おおっと、おはまった。なんかガリガリ言ってる。ガリガリ言ってますけど、ほんとこれ明日は洗車だな。嘘でしょ。それは無理だと思うけど。あ、やりたいだけか。やらせるわけじゃない。
すごい。びっくりしました。やらせようとしてるのかと思って。ですよね。よかった。パニックになったじゃないですか。よかった。よかったね。あれ行けって言われたらもうこのまま帰る。え、うん、やめましょう、そういうのは。ここまで行くんだよ。なんです。ゆっくり、ゆっくりまず。ただ上がった先行ける？ゆっくり行って、やばかったらそのままで飛べていく。そしたら止まるんですか？下がらないの、後ろに。切り返してなるべくまっすぐしてみるね。はい。こんなにお風呂がはまっちゃったのかしら。はまらないですよ、もう。こういう感じ？あ、これ曲がってる？ゆっくりゆっくり。え、これぶつけません？あ、ダメ。これ今、これがハンドルまっすぐですよね。ダメだ。当たる、当たる。てかもう当たってません？割れちゃうかも。そうですよ。やめよう。あ、これ。あ、はい。同じ角度から撮ってあげる。あ、ありがとうございます。ビデオ？ビデオかな。写真でもいいし、ビデオでもいいし。記念、記念だから。両方欲しいな。両方欲しいな。じゃあちょっとこれはなんか一番いいところのやつ写真。この端っこ。ね、この葉、この木が絶対当たるんですけど。この木絶対当たるよね。この木が絶対当たると思うんです、私。木。木。どうも。そう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 。いく。そのまっすぐね。おお、かっこいいよ。これ、あ、これ記念撮影いいかもよ。写真撮ってあげる。写真、うん、これはね、写真ならマスカー4分乗りが喜ぶ、ね、え、ちょっと待って待って、はいよ、ピース、ピース、ピースとかしないけど撮っといてください、適当に何枚か。これ4分乗り喜ぶよ。すごいね、フレーキングステーキ。おいしそう、ゆっくりゆっくり、そうそうそう、うまいな。お、いいぞ。どっちですか？あっち、あそこ止める？うん、いや今のは良かったぞ。良かった？癖になったでしょ。え、携帯の方も動画撮れてるんですか？やった。動画撮ってないよ。え、撮ってないの？これで終わりだといいですね。いや、本当です。何言い出すか。満足してくれたかしら。ねえ、何言い出すか。本当に。え、ちょっと車。おお。今のは、よかったよ。
あ、マットも汚い。マットも汚いよ。それが無理だ。中もホコリっぽくなるし。めっちゃ早いし、あの人。確かに。早っ。あと何分やろ。ね。日暮れまでやるつもりかな。嘘でしょ。1時間ぐらいで終わるもんだと思って私は来ましたよ。あれ1時間ぐらいだよね、今ぐらいで。今そうです ね、まあ私が遅れたから、うん、まあ、あんまり文句も言えないんですけど。何この女友達はこの車で行くの？何がですか？ゴルフ。あ、そう、あ、でもそうですね。あとはもう現地集合。あ、そっか、4人とかだもんね。そうなんですよ。これじゃあせいぜい2人でしょ。そうですね、ゴルフバッグのほうがいいんで。そうだよな。これ真横には何年だ。あ、真横で乗ります。嘘、今ちょっと斜めで。あ、多分それたまたまで。あ、ほんと。男性用の大きいやつでちょうど。あ、そう、真横でぴったり。へえー、じゃこれで2名までだったらいけるね。いけます、うん、サムネイル。サムネイル何ですか、サムネイルって。あのライン覚えておいて。今のところよりも、今のところちょっとさ、ガリっていくかも。ガリっていくんで、さっきのところよりも、はい、車を半分ぐらい左から入ってる。あのくぼみがちょうど腹下に行くような感じで。このぐらいですか？それでも、うん、ちょっとゆっくりね、ゆっくり。ゆっくり入っていくと、ガリガリの感じがすぐにわかるから。え、ここめっちゃ、あれですよ。うん。激しい。大丈夫、大丈夫。ゆっくりゆっくり、ゆっくり。大丈夫。ああ、でも通過するかも。しない。しないね。しない。四ローにしてみましょう。どうするんですか。ブレーキ踏んでそのまんま。あ、ちょっと待って。なんか違うんですよね。プレスって何？あ、なんだっけ。引く？ハンドル右だな。押しながらだ。ん？あ、できない。これ四ローってどうやるの？押して下げる。ほう。押して下がんない。ニュートラにして。あ、もうそうです。ゆっくりゆっくり。今ニュートラ。あ、ニュートラ。ドライブでいいですか。うん、ゆっくり。いけよ。あ、おるすぎ、あおるすぎ。あ、ほんとだ。トランスファーが入ってなかった。トランスファーが入ってない。うん、これで入ったね。で、ドライブで。話してるだけだとちょっとだけ熱い、ゆっくり。おお、はい、いった。おお、いいぞ。もうなんか汗半端ない。どう今の、感動しなかった？あ、はい、行けなかったの。そうですね、なんかハマりそうだ、ハマりそうだってずっと言ってる。本当？うん、言ってない。言ってないかい。で、必要以上はアクセル入れなくていい。通過できない時だけアクセルをちょこちょこっと入れる。ちょっと距離を置いた方がいい。そうだね。え、すごい、何あのタイヤの向き。いや、あれはジムニーの本領ですよ。あんなことになっちゃうんですか。で、こっから、おお、またヨコさん、うまい。おお、またなんかこれいけるいける。これね、あのブレーキ LSC が効いてくるから回してください。はい、聞いてくるって。スリッピーマスク。おお、すごい。どういうこと？今。え、今のままでいいんですか？今のままでいい。で、ハンドル持ちますよ。え、これ今まっすぐじゃない。まっすぐじゃない。左に回して。左に回す。
逆こっち、うん、それでちょっと OK。 なんかもうちょっと踏まないと大丈夫だよ。もうちょっと踏んでも大丈夫大丈夫大丈夫。下がらないですか？下がらない大丈夫。もっと踏む、もっと踏む。怖くて踏めないんですよね今。いいよ、ゆっくりゆっくり踏めばいい。ゆっくり、おー、いいね。すごいじゃないか。怖い。え、これはこのここにある道の中でもまだ全然緩い方なんですか？そうだね、うん、まだ緩いね。マジか、うん、ちょっと離れた、離れた。うまいうまい。目いっぱい左に切ろう。最初は空転しても多分後で LSD 効いてくんじゃない。ほら、ほんとだ。あ、今のはちょっと分かったかもね。左左左寄りに走ってください。左寄り、オーバーフェンダーぶつけないように。大丈夫大丈夫、このままゆっくりゆっくり、全然こけないから大丈夫。陽子さんうまい、マジでうまい。本当ですか？うん、よいしょ。こんな感じですか？そうだね。はいはい。とりあえず感想聞かせてくれ。ね、怖いですよ。まだ怖い、うん、でもなんとなくその LSD ってなんかその文章ではお客さんに説明できるようにみたいなのではやってたけど、なんか感覚でなんとなく、あ、今入ったなっていうのは分かったかもしれない、うんうん、さっき明らかに聞いたもんね。明らかに聞きました、うん、そう、陽子さんでも明らかに、うん、なるほど、おっていう時があった。なるほど、うん、ノーマルタイヤで、でも、ね、ノーマル、もうほぼ全部ノーマルでしょ。そうですね、もう本当に何も。それでもこれだけ走れるジムニー、どうですかジムニー、どう思います？いや、改めて素晴らしい車だなと思いましたね。これでまたジムニー売れるでしょう。売れたらいいですね。そう、だからまあ本当は彼女から買ってほしいんだが、店舗と本名言えないみたいな、言ってもいいのか。いや、あんまりやっぱり、はい、プライベートであくまで付き合いさせていただいてるっていう計算で、まあ、プライベートで来てもらってるから。本当に今日はあのでも本当に約束通り決めてありがとうございました。ちょっとコロナで近づけないんで、いいです。じゃあ陽子さん、またの出演を皆さんお楽しみに。行くぞ、一緒に、せーの、デフロック、やれや。